パリ4区の1パリ4区の1パ,パリの4区は、フランスの首都、パリ市を構成する20の行政区の一つである。第4区、パリ4区とも言う。市のほぼ中央、1区の東に位置しており、セーヌ川の北岸に面している。パリの4区は、市のほぼ中央にある、行政区。オテルイコールドビル区と呼ばれることもある。セーヌ川の北岸に面しており、 してしまの東部、三類島を含む。人口は3万675人で、20区の中では3番目に少ない。区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、遠区はその4番目にあたることから、4区と名付けられた。パリでは最も歴史のある地域の一つであり、特に、してしは、パリ発祥の地と言われている。 また、3区から4区にかけての地域は、マレ地区と呼ばれ、歴史のある貴族の館が立ち並ぶ地域である。現在のマレ地区界隈は、ユダヤ人街として知られているが、三類島は、パリの最高級住宅街として知られている。4区の主要な建物としては、ノートルダム大聖堂、ポンピドゥセンター、パリ市庁舎などがある。なお、セーヌ川に沿った地域のうち、シュリー橋から、 下流は、パリのセーヌ川市として、世界遺産に登録されている。パリ4区の詳細地図4区は、パリのほぼ中央部に位置している。セーヌ川の北岸に面しており、て島の一部、三類島を含む。面積は1.60平方キロメートルで、20区の、うちでは2区、3区に次いで3番目に小さい。北は、同じパリの行政区である3区に接し、ランビュー島通りや、 フランイコールブルジョア通りを境界としている。南は、セーヌ川を挟んで5区に接している。東は12区に接しているが、バスティーユ広場以北は11区に接している。西は、セバストポル大通りを境界として1区に接している。セーヌ川の中すでは、シテ島の東部と三類島のすべてを含んでいる。シテ島では、パレオ大通りを境界として1区に接している。 パリ4区のカルチエ小サイズパリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。4区を構成する4地区の高度と名称は、次の通りである。4区の人口は、パリが、全20区になった、直後の1861年には108,520人で、あったのが、100年余りが経過した1968年には、半分以下の54,029人となり、 その後も減少を続けて1999年には3万675人となった。20区のうちでは1区、2区に次いで3番画目に人口が少なく、1975年以降はパリの人口の1%台で推移している。2005年の推計では2万8600人と見積もられており、人口のさらなる減少が見込まれている。また、 人口の減少とともに人口密度も減り続けており1999年の人口密度は1861年の30%をやや下回る19160人となっている20区のうちで4番目に人口密度が低くパリの平均人口密度の0.8倍である人口の推移の詳細は次の通りである パリ市庁舎とパリ市庁舎前広場セーヌ川に架か,かる区内の橋は次の通りである。パリの広場はしばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分はオベリスクや緑地、公園等に利用されている場合もあり、エトワール外線門があるシャルルド・ゴール広場は、 世界的に有名である。四区の広場や交差点には次のようなものがある。ありがとうございます。